ルイーゼ・フォン・ヘッセンダルムシュタットは、ザクセンバイ・マルアイゼナ派対抗カール・アウグストの日。ヘッセンダルムシュタット紅白ルートビヒ9世と、日、ヘンリエッテの後助として、ベルリンで生まれた。当時、父ルートビヒ9世は、プロイセン王国の軍人として7年戦争に、従軍していた。遠征で不在がちの父に代わり、子供たちを教育したのは、母ヘンリエッテであった。 彼女は子供たちにルター派としての教育を授け、ルイーゼは文学と音楽を愛する少女に育った。ヘンリエッテは大型白皮とゲーテに称されるほどの人物で、ゲーテの他ヘルダー、ビーラントといった、東大切手の文筆家、哲学者と親しく交流した。子供たちに関心の薄いルートビヒ給生に代わり、ヘンリエッテは娘たちの演壇に心を配った。年、 ルイーゼは、姉妹や母と、ロシア帝国へ向かった。パーベル大公の花嫁候補としてであったが、エカチェリーナ2世に気に入られ婚約者となったのは、ルイーゼの姉ビルヘルミーネであった。ロシア旅行で、何の収穫もなかった、ルイーゼであったが、母ヘンリエッテは、ザクセンバイ・マルアイゼナ派広国の女性殺生、アンナ・アマーリアと信仰を深めた。二カ国政略結婚交渉にて、 1775年に、ルイーゼは、若き大公カール・アウグストと結婚した。ザクセン・バイマル・アイゼナ派公国にとって、ロシア大公妃の妹を迎えることで、神聖ローマ帝国の中心から遠く孤立した、国家という基盤の脆弱さを補強する意味合いがあった。また、バイマルの宮廷は、カール・アウグストの母であるアンナー・マーリアの影が残り、 若いルイーゼにとって居心地の良い場所ではなかった。カール・アウグストは女優、カロリーネ・ヤーゲーマンとの愛人関係を断とうとせず、そんな中でルイーゼは子供を産み続けなければならなかった。第一子、第二子を早くに失い、第三子として生まれたのが待望の四つカール・フリードリヒであった。1806年、イエナ・アウエルシュタットの戦いで、 ナポレオン・ボナパルと率いるフランス帝国軍が勝利し、プロイセン王国軍は敗退した。この結果、ドイツ諸公のフランスへの追従、新生ローマ帝国の解体へと繋がっていくことになった。戦いのすぐ後、戦勝者であるフランス軍がバイマルへ入場した。プロイセン軍に身を投じるか、バイマルから逃げ出す一族が相次ぐ中で、ルイーゼは国家の保護者、国母として残った。 彼女はナポレオンと交渉し、フランス軍がバイマルを略奪しないよう求めた。ナポレオンはカール・アウグストにプロイセン軍から離脱するよう求めたが、彼女は明らかにそんなことはできないとして、非協力的であった。ポズナン条約をフランスと結び、同盟国となったザクセン・バイマル・アイゼナ派公国は、ナポレオン時代を生き延び、ウィーン会議において領土を分割されたものの、 対抗国へ昇格を果たした。七子を設けたが、成人したのは以下の三人であった。ありがとうございます。